きげんよう、オリピーです。皆さん、植物をめでてますか？今日の動画はクレマチスの剪定と植え替えをします。クレマチスは正しい剪定をしないとお花が咲きません。この動画を見ていただければ剪定わかりますよ。最後までご覧ください。クレマチスはやはりね、剪定がね、ちょっとね、難しい、複雑なんですね。そのわけは世界中に約300種類あると言われています。花色も青紫、藤色、青、空色、白、ピンク、赤、ワインレッド、サーモン、ピンク、黄色など色とりどりあります。花型も紫、ベルト型、壺型、チューリップ型、ほんとたくさんありますよね。なので剪定の方法も3種類あります。調べてみてもね、なかなか剪定の仕方難しいですよね。今回ね、オリピーが超簡単解説します。クレマチスの剪定で注意なポイントは、自分の持っているクレマチスが3種類の剪定方法でどれかということです。クレマチスを3種類に分けることができます。新枝咲き、旧枝咲き、新旧両枝咲き、この3種類になります。まず自分の持っているクレマチスがどの種類に当てはまるか把握する必要があります。この新枝咲き、旧枝咲き、新旧両枝咲きの違いについて説明します。もうこれ字で書いてある通り、新枝咲きは新しい枝に花が咲きます。旧枝咲きは去年伸びた枝に花が咲きます。新旧両枝咲きは新しい枝と古い枝に両方花が咲きます。今こちらクレマチス、千日草をこちらをリピー買ってきました。このクレマチス毒があります。笑い事じゃありませんよ。樹液には気をつけてください。新枝咲き、旧枝咲き、新旧両枝咲き、それぞれの剪定方法をお伝えしていきます。オリピーの持っているクレマチスは新枝咲きになります。なのでこの新枝咲きの冬の剪定は根元から剪定してください。旧枝咲きは去年伸びた枝の先端だけ剪定してください。新旧枝咲きの場合は去年伸びた枝の真ん中から花が上がってきます。去年伸びた枝の3分の1先端を剪定してください。オリピーのクレマチス新枝咲きですが、これね、最後ね、残り1本ちょっとね、残しとこうかなと思います。どうなるか楽しみですよね。その方がだけどね、クレマチスの枝折れやすいのでね、ちょっと気をつけてください。オリピーのクレマチス去年ね咲いた写真があるのでこちらです。いやー素敵、魅力がダダ漏れ。植え替えします。クレマチスの根は直根といって、地中にねまっすぐ伸びようとする性質があります。根が切れてしまうとそこから
新しい芽が 出にくいというね特徴があります。このクレマチス、スリット鉢の穴から根が飛び出してます。慎重に根を取り出しています。まるで遺跡の発掘作業です。もう結構ね根が張ってますね。ここちょっとねグラグラしてもね全然ビクともしないです。慎重に発掘作業していきます。新しい発見があるか。少しです。慎重にですよ、慎重に。クレマチスの根はできるだけ切らないでください。よし、取れました。クレマチス、この鉢に植えていきます。深型のスリット鉢です。クレマチスは直根性なので深型を使ってください。このスリット鉢、8号鉢になります。ここです。8号鉢になります。今日使う土は腐葉土は使いません。古い土使います。そこに鹿沼土、赤玉土、ゼオライト、クンタン、最後に肥料、こんな感じでいきたいと思いますよ。まずは赤玉土の中粒、じゃあこれね古い土と鹿沼土です。これをちょっと混ぜていきますね。もうね、鉢の中で混ぜてます。いけませんよ、こんなズボラなことやっては。ちょっとね混ぜムラができるかもしれないですけど、なんとかやってみます。園芸をねやってるとやっぱり古い土もねこう出てきちゃうので、こう再生していただくとねいいと思います。これでね樹木にはね結構使ってます。ライムとか、あとねビワなんかの鉢で育ててるんですけど、それね古い土で育ててます。意外にね育ってますよ。じゃあこれねクンタンも入れていきます。あとゼオライト、そう古い土が出てきて困ってるって方、ぜひグッドボタンを押してください。またねその古い土をちょっと使おうかなと思った方もぜひグッドボタン押してください。一度高さを見ます。高すぎる、これは高すぎくんです。なんかそんな CM ありましたね。 au でしたっけ、ちょっと忘れましたけど、高すぎくんです。これあれ、できすぎくんでした。なんとかすぎくんでしたよね。鉢から抜きます。抜けないときはねちょっとこう揉んであげると少しね抜きやすくなります。これねなかなか抜けないですね。根がねこれね穴からはみ出てるのでちょっと引っかかってますね。なかなか抜けんですねこれ。どうしよう、なかなか抜けん。ちょっと引っかかってるところを少しだけねハサミでカットします。もうしょうがないですねこれは。ちょっと切らないと抜けないので、よしこれでどうだろう。
よし、これで抜けました。おお、抜けた抜けた。クレマチス植えていきます。クレマチスはね、深植えして大丈夫です。結構ね、植えちゃって大丈夫ですよ。そうするとね、新しい芽がね出てきますのでね。あ、これクレマチスの赤ちゃんです。じゃあこれで土をかけていきます。はい、土かけていきます。深植えで大丈夫ですよ。深植えで、植え替え完了しました。あ、これは、折れてる、ここ。